はい、村長です今日は音程の調整をしたりいろんな音の分析ができるメロダインという有名なソフトこのソフトをバージョンアップしましたバージョン4からバージョン5ですねこれは僕が DTM の仕事をするにあたってはもう必需品というか まあこれがあったからこそ僕はプロとして仕事ができていると言っても過言じゃないんですけれどもそのソフトがですね最近バージョンアップして迷ってたんですね僕の使っているスタジオワン1でまだちゃんと動作しないんじゃないかという噂もありましたのでコアゴは動かなかったら大変だぞと思いながら一応バージョンアップをしました。 まあ動かないどころかめっちゃ軽快でえとっても良かったなと思ってるんですけれども今サシスセソこのいわゆる風を切るようなあ音がありますけれどもこれ日本語では視察音とか言います画面で見てもらいましょうかはいえここにですね書いてありますようにサシスセソの音があ強く録音されるとそういうのを 取るのはディエッサーというので取、えー、ったりするんですけれどもシビランスとも言いますその視察音が分かれてですねこういうふうに表現ができるわけですねはいこんな感じに、えー、このスッ「スっこの息を吹くような音とそして実際の音 ですね、それが関連にこう分かれて分析できるとちょっと音を鳴らしてみましょう「さしすせそ」「ぷぷぱぴっぷぺさしすせそ」 今見ていただいたようにパピプペッポのところにはそういうのがなくってですねそしてサシスセソの方にだけがこういうとってもですね筋筋になったようなこれでそういう音があるんだぞっていうことをちゃんと表現してくれていますまあこれができたら何がいいかというとですねこれを音程をこうやって上げたり下げたり しますよねこの「ス s っていうのはこれと一緒に音程がこの「ス s と言ってるのは音程が今一定ですよね動かしてもでも。 という,ふうに、えー、この視察音とそして母音の音これをですね完全に分析してそして上げても視察の音まで今までは上がってしまってたから「シ」っていう音がですね「シ」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 うまく表現できんなまあそういうようにえー、っと 音程まままででで変わっててししううんですすね、ね、上げてしまうとです、ね、それが今回からですね完全にこれを分離してそして内部で計算してそして音程を調整するとそういうことができるようになって、えー、まだ本当に開いたばかりインストールしたばかりなんですけれどもちょっとファーストインプレッションというかそんな感じで えー、レポートしてみました。尊重でした。